では、今日のウエイトリフティングクラスの内容なんですが、バックスクワットの内容を今日は行っていきたいと思います。で、まあ、ここでのバックスクワットの内容では、まあ、バックスクワットの、まあ、座り方とか立ち方だけではなくて、バーベルの、まあ、担ぎ方とか、そういったところのポイントも押さえながらお伝えしていきたいと思いますので、まあ、これを機にバックスクワットのやり方の、確認というか、チェックを行ってみてください。バックスクワットの内容についてなんですが、上から順番に進めていきましょう。まずスタンスの確認からいきます。足の幅からなんですが、バックスクワットの足幅っていうのは、これは結構個人差がある部分の一つかなというふうに思います。で、一つよく聞く点としては、肩幅っていうのをよくこれ耳にします。で、バックスクワットのスタンスっていうのは、まあ、肩幅までまずは開く必要はないというふうに思ってください。というのはなぜかというと、バックスクワットの足幅っていうのは、肩に対する足幅ではなくて、足ですね、付け根、要はこの骨盤の幅に対してどういうスタンスを設定するかが大事だからということなんですね。なので、こういうふうに腰幅で立った状態から、だいたい半足分から一足から半分ぐらいですね、半足から一足分ぐらいの足幅を開いた状態で、まずは立つこと。で、つま先の向きなんですが、これは45度ぐらいこういうふうに開いちゃう方多いんですが、これはまっすぐ向けた状態から15度から30度ぐらいに収めた方がいいんですというふうにこれはお伝えします。理由としては、先ほどのスタンスも、このつま先の向きも、例えば開きすぎると膝にどうしても頼ったスクワットになってしまうので、股関節周り、体幹部に重量感をうまく乗せにくくなるからですね。なので、15から30、慣れてない方は最初ちょっとやりづらさを感じるかもしれないんですが、今日はそのスタンスで進めてみましょう。まずここまでで質問ないですか？大丈夫ですか？ OK です。では、スタンスについて今確認していただいたと思うんですが、じゃあここから実際にスクワットの動作やってみましょうということです。で、よくこの後に行う動作としては、そのエアースクワットって呼ばれる動作ですね。これよくあるんですけど、エアースクワットってのはよくこういうふうに手を前に出して行うスクワットですね。これエアースクワットって言いますが、これもバックスクワットの座り方とはちょっとかけ離れることが多いです。理由としては、胸がこう起きすぎてしまって、腰がこう反るような形になりやすいですよね。なので、皆さん今こう手を下にこうブランと下げている状態だと思うんですが、感覚としては、このままの姿勢をキープしたまま、こういうふうに下に下がるようなイメージの方がバックスクワットに近くなると思うので、それを次は確認してみましょう。いいですか？で、足幅大丈夫だと思うので、そのまま腕をダランと下に下げたままスクワット、股関節と膝関節が同じ高さになるまで座ってみましょう。では行きます。ぐーっと座ってみて、そう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 、で立ちます。はい、行きます。2、はい、行きます。はい、行きます。3、はい、立ちます。はい、OK、 いいですよ。ナイスです。さあ、では、まあ、スタンスを含めた確認なんですが、まずはここまでにしましょう。で、次ですね、セットポジションの確認なんですが、これはバーベルを乗せる位置の話だと思ってください。で、皆さん、普段通りちょっとバックスクワットするような流れでバーベル担いでいただいてもいいですか？で、担いだらちょっと 1,2 歩後ろに下がってみて、今からもうバックスクワットそのままやるよっていうようなイメージですね。そうですね。OK。いいですね。よし。さあ、では、いいですよ。今、確認できたので、ラックにバーを戻してください。よし。お二人ですね、それぞれいいところ、あとはその修正する点っていうのがあるんですけど、まず、バーベルを乗せる位置ですね。乗せる位置。乗せる位置については、そのハイバーと呼ばれる位置とローバーと呼ばれる位置ですね、首の真上と背中にこう差し掛かったところに乗せるのと、これはまあ大きく分けて2種類あります。で、ウエイトリフティングのためのバックスクワットという観点でお話しますけれども、これはどちらでもないんです。どちらでもない。ではどこに乗せればいいかっていうと、私の場合はミドルバーっていうふうにこれはよくお伝えするんですけど、ハイバーとローバーの間ぐらいに乗せるんですね。分かりやすく思って、分かりやすくですね、お伝えすると、首に当たらないところに乗せるのがミドルバーだと思ってください。
今ちょうど私がこう担いでる位置っていうのは首にバーベルが当たってますよね。これがバーベルが首に当たらない位置っていうと大体この辺に当たりますね。というふうに首に当たらないところに乗せるというところをまず意識をしていきます。で実際にどの辺に乗せればいいかということなんですが、ちょっと後ろ側向いてみます。後ろ側向いていただくと、まあ、ここに僧帽筋ですね、首の筋肉があって、触っていただくとここにこう一本こう骨が横にありますね。ここの間にバーベルをこう乗せるようなイメージ、ここに乗せるということですね。でこれをまず探ってみるところからスタートしてみましょう。いいですか。では、前の方向いていただいて、お二人ともバーベルまず握ります。握ったらバーベルをくぐるところまで行ってください。で必ず両足揃えてくぐります。そうです。この時に頭を上げちゃうと骨に引っかかりにくくなるので、そう引っ掛けた状態ですね。そう、いい感じですね。よし、じゃあそのまま立ち上がります。もうちょっと乾きますね。そう OK、 いい感じですね。 OK、 はい、では下ろします。 OK、 今のポジションだと福本さん普段よりちょっとこう下気味になると思うんですけど、よくそのバックスクワットするときに僧帽筋にバーベルが乗って痛いっていう方もいるんですけど、そういう場合はやっぱりもうちょっとこう下げてあげるとか、今のポジションっていうのを探ってあげるといいので、これがまずそのセットポジションの一つ、バーベルの乗せる位置についての話なんですが、ここまででまず質問ないですか。大丈夫ですか。 OK、 じゃあ2点目いきますよ。このセットポジションについて、福本さんの場合バーベルを後ろに担いだときに手首がバーのこういうふうに後ろにある、要は腕とここの手の甲がまっすぐになってるんですね。これが大事なんですよ。バーベルの下にこういうふうに手首が入ったような状態です。こういう形で乗せると座って立ち上がるときにどうしてもこう上がってしまって反り気味になりやすい。これも体幹を使えない理由になるので、手首がこういうふうにそうするとまっすぐになる。そうすると自然にこう肩が上がった状態じゃなくて下がったような乗せ方になるので、これを次は確認しましょう。いいですか。では先ほどと同様にバーベルを握ってくぐってバーベル乗せる位置を決めたらですね、この時にもうちょっとバーベルをこっち側に握らないといけないですね。そうで顔を上げます。そうです。で立ち上がってみます。そう OK、 いい感じですね。 OK、というところまでがこのバーベルのセットポジションの確認という内容になるんですが、この点については質問ないですか。大丈夫ですか。 OK です。じゃあ次、先ほど簡単にですね座って確認していただいたんですが、ボトムポジションの確認ですね。そのままバーベルを担いで足幅設定して座ってみて、この一番下ボトムポジションの確認っていうのを次はやってみましょう。ではお二人そのままバーベルを先ほどと同様の流れで担いだら、1、2歩後ろに下がってここでお伝えしたスタンスで準備をしてください。ではいきます。ではそこから、膝と股関節が同じ高さになるところまでゆっくり座ってみてください。ゆーっと座っていく。そう。はい、出します。はい、2回目いきます。2、はい、出します。はい、もう1回いきますよ。はい、3、はい、出します。はい、 OK、 いいですよ。楽に戻してください。OK、 では、今お伝えしたそのボトムポジションについてなんですが、これは基本的に膝と股関節が同じ高さのところまででいいですよっていうふうにお伝えしてます。これなぜかというと一番低い、位置、これがだいたいスナッチのデッドリフトで使う高さと同じになってくるからなんですね。バックスクワットはウエイトリフティングの場合何のために行うかっていうと、これは主にデッドリフトに影響するというふうに思ってください。あれ、クリーンの時のスクワットはっていうふうになるんですが、もちろんそこにも影響してくるんですが、それはフロントスクワットで、バーベルを上に上げた状態でしゃがむオーバーヘッドスクワットっていうのはこれはまた違うんですよね。
なので、大きく分けて3つあると思うんですよ。バックスクワット、これはデッドリフトの時の座り方、フロントスクワット、クリーンの座り方、オーバーヘッドスクワット、スナッチのキャッチの座り方、この3つの座り方の立ち方っていうのをうまく分ける必要があるので、このボトムへのバックスクワットのボトムポジションの座り方っていうのは今の座り方というのを基本として行っていただければというふうに思います。ここまでで質問ないですか？ OK です。ではもう1セットバーベルで行って、その後少し重量をつけてやってみましょう。ではバーベルを担いで準備してください。はい、1、はい、いきます。はい、2、はい、いきます。はい、3、はい、いきます。はい、4、はい、勝ちます。はい、ラスト5。はい、勝ちます。はい、OK、いいですよ。楽に戻してください。よし。では、今日はですね、このスクワットの内容で、少し確認をしてから、次のクリーン&ジャークの内容に移りたいと思いますので、まあ、軽めの重量ですね、バックスクワット普段アップして、1回目につけるぐらいの重量でいいですので、つけて、3回で少し練習をしてみましょう。では、少しプレートつけてください。ちょっとお二人の、ちょっと共通点というか、もしかしたらっていうふうに思ったのは、足幅をこう設定したときに腰幅よりも、まあ、半足から一足分を外に開きますよとお伝えしたと思うんですよ。この時につま先を見て足幅をこう調整するというか設定しやすくなるんですけど、そうではなくて足幅は基本的にかかとの位置だと思ってます。かかとの位置なのでもうちょっとだけ広く、そうそう、そのぐらいです。かかとの位置で、そこからつま先を開くようなイメージで設定できるといいかなと。これは1点で、もう一つは、これも二人共通してるんですが、こうバーを乗せて上にこうセットした段階で、膝のこう中心の位置がくるぶしよりもちょっとの中心よりもちょっとだけこう内側に入るんですよね。で、これは膝をくるぶしの上にこういうふうに乗せる、くるぶしの真上に乗せるという準備が必要。要はこう外旋させるんですね、少しギュッと。そうです。そのために必要なのは膝がまっすぐ伸びた状態だと、これができないんです。ピーンと立った状態ではなくて、そうです、軽くこう遊びを作らせた状態でこういう風に乗せてあげる。で、これをキープしたまま座る、立つという風な動作を繰り返していけばいいので、その2点ですね、今お伝えした2点をちょっとチェックしながら進めてみましょう。いいですか？ OK、いきます。サイズ、ナイス。そう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 そ、この膝をくるぶしの真上にセットするということに慣れてない方はすごいこう外側に感じる場合があるんですけど、それで大丈夫ですよというふうに毎回お伝えします。ただしこういうふうにもう完全に靴がもう変形するというか外側にかかっちゃう場合は、これはこういうふうに外に割りすぎて、あくまでもポイントとしては膝をくるぶしの真上にセットするということで、ここを意識していただければ大丈夫です。そしたら上りまた繰り返して練習してみましょう。についてちょっと一方的にこうお伝えする形になったんですけど、逆に普段やってて気になる点とか、これってどうなんだろうって思う点みたいなないですか？福岡さんもないですか？じゃあ僕からじゃあこれどうですかっていうのに点をすると、だからよく質問で言われるのがその呼吸についてなんですよね。バックスクワットのその息の吸い方についてとかって、これよく言われるんですけど、息をバックスクワットする際に
ってこうたくさん吸う方が結構多いんですよね。で、あの息が吸うことが間違っていることではなくて、息を吸うときに、これは要は肺圧っていうんですかね、でこう肺に空気を入れる方もいればっていうふうに、こうお腹の方に空気を入れるっていう方と、これは2通りに分かれるんですね。で、基本的にはやっぱりこれは腹圧をしっかりと高めるという意味合いで言うと、やっぱりお腹に入れないといけないです。で、ここでってすると、やっぱりこう肺に入りやすい方がいるので、その腹圧をでこう高めることが苦手な方は、最初スクワットでそんなに息を極端に吸うところから始める必要はないと思います。っていうのも、ずっと止めたままやるという意味ではなくて、先ほどの動作からゆっくり元のポジションにかけてで座りながら息を吸った方がお腹に入りやすいと思います。だからこれは慣れるまでの一つの方法でもあるし、そのままずっと使い続けるっていう方もいるんですけど、お腹のその腹圧っていうのは普段あまり意識されてない場合、あるいはこれからしていきたいっていう場合は、あえて軽めの重量の時からで座りながらちょっとこうゆっくり入れてみるっていうのを試してみてもいいかなと思いますね。だからそれも含めて、もしあれならやってみましょうか。よし、じゃあいきます。外側にこうかかるのも圧ですね。でもこれは大事なポイントとして、グッドモーニングでお伝えした通りですね、体幹部にやっぱり重量感を乗せるということを実現する上では、お腹を内側からこう外ですね、こう風船をこう膨らませるようなイメージの圧がかかってないと、これは重量をお腹で受け止めれないですよ。なのでベルトとかもこれよく使われる方いますけど、押す方っていう腹圧がしっかりとかけれるようになるための練習だと思っていただければいい。この件質問ないですか？大丈夫ですか？じゃあ、あと1セットだけやってバックスカットの内容終わりましょう。